Hello, this is Quick British English. Quick British English の滝です。今日もご視聴いただきありがとうございます。皆さんは Really っていう言葉をよく使ったりとかしませんか？ R の発音から始まる発音で、日本人が不得意とする発音にもかかわらず、結構たくさんの方が Really を連発するかなと思うんですけれども、今日はその Really、言いにくいこの Really を他の言葉に言い換えるご提案をいくつかしていきたいと思っています。こちらは英語学習を真剣に頑張る皆さんを応援するチャンネルです。イギリス英語をメインとして日常生活で使えるいろんなフレーズや英語学習のアドバイスなども発信しています。チャンネルをご覧いただけると皆さんのモチベーションが上がるかと思います。一緒に勉強していきましょう。では早速今日のトピック Really の他の使い方、何があるのかっていうのを一緒に見ていきたいと思います。Case 1 I'm really tired today. It has been a long day. これって結構言ったりとかしそうじゃないですか。Really tired. 本当に疲れたっていうような意味だと思うんですけども、こちらの Really tired を例えば、ものすごく疲れているという Exhausted.という言葉に変えてみたらいかがでしょうか。あとはイギリスのスラングになるんですけれども Knackered という言葉もあります。これも疲れている、疲労困憊している、もう体がクタクタというような状態的に Knackered と言ったりします。スラングになるのでとてもカジュアルな時に使えるかと思います。あとは Completely worn out、こちらももぬけの殻の状態、 completely 完全にってことですよね。 worn out 疲れ切ってしまっているという意味なので、 I'm completely worn out. It has been a long day. というと really tired よりかはものすごくダイレクトにパワフルにネイティブの方たちに伝わるのではないかなと思います。 really tired伝わらないわけではないんですし、間違っているわけでもないんですけれども、伝え方のパワフル度合いが他の言葉に置き換わることによって全く異なってくるんですよね。なのでぜひ違った言葉に置き換えてみてください。 Case 2 This is really nice book. This is really nice book. こちらの文も結構いいそうじゃないですか。他の方、違う方に自分が読んだ本、これすごくいい本だったよって勧めたい場合、This is really nice book. 言いそうですよね。でも、こちらの really nice book ではなく、本なので、例えば、well written, well, とても良い、written, 書かれた、とてもよく書かれたっていうのを表現にしてみると、ものすごく情報が入ってくるような感じが、どういうふうにいいのかっていうのが伝わってきますし、あとは informative というのはインフォメーションから来ているんですけれども、情報がたくさん盛り込まれているというような意味になります。あとは really だけを変えて This is surprisingly nice book. Surprisingly surprise から派生している言葉ですよね。 surprisingly 驚くほどいいっていったような意味になります。 Case 3I really want to go to her birthday party. こちらも間違いではないんですけれども、なんか子供がもうどうしても行きたい、こう地団駄を踏んで、こうダダをこねているような感じで伝わってしまうかなと思うんですよね。I really want to go to her party. なのでこちらの really を変えていただいて、例えば I desperately want to go to her party. I desperately.Want to go to her birthday party. Desperate. 熱望している。とてもそれを望んでいる。といったような意味になります。Desperately want to go to the birthday party. すごく行きたいっていう感じが伝わりますよね。あとは Really want to go to the party ではなく I'm willing to go to her birthday party. というと Willing っていうのは自分から進んで自発的に進んでいきたいですっていったような意味になるので、I'm willing to go to her birthday party. こちらもいい表現ではないのかなと思います。3つ目の提案は、確かにという意味がある Absolutely です。I absolutely want to go to her birthday party.
というと、私は確かにその彼女のバースデーパーティーに行きたい言ってる方に対してものすごくこう自分の熱意が Really want to go よりかは伝わりやすいかなと思います。これは I absolutely want to go to her party というのはもう誰かに勧められてから行くわけではなく、自分の中でも結論を出して、この結論は誰にも変えられないよといった固い自分の意思も表しているような感じがするので、すごくおすすめの表現です。こちらは通常副詞になるので動詞を伴って使われることが多いと思うんですけれども、あとは文の前に置いたりとかして文全体を修飾する場合とかもありますよね。例えば Really it doesn't matter みたいな感じで使う時があるかと思うんですけども、こちらの Really も他に何か言い方がないかちょっと探してみたのでご提案させていただきたいと思います。例えば Actually it doesn't matter というと、いや、いいや、いや、いいか、いや、いいやというように自分の気持ちをこう変えた、自分の気持ちをこうくるっと変えてしまった時に、あ、いや大丈夫です、 Actually it doesn't matter みたいな感じで使ったりします。あとは Anyway it doesn't matter、 Anyway it doesn't matter、 Actually it doesn't matter の時には結構自分の気持ちが強い、相手の気持ちを考えるっていうよりかはどちらかというと自分の気持ちでまあいっかってこう気持ちが切り替わる時に使うことが多いかなと思うんですけれども、 Actually it doesn't matter、 I'm sorryAnyway, it doesn't matter となったら、相手の気持ちを押し量って、あ、大丈夫ですよ、気にしないでください、もうそれのことは忘れましょうみたいな感じになります。私は Actually, it doesn't matter よりかは Anyway, it doesn't matter を結構使われることが自分の個人的な感想なんですけれども、私の周りでは多いかなというふうに感じました。最後に Honestly, it doesn't matter です。Honestly というのは、 Honest というのは正直なとか誠実なとかというような意味合いがありますよね。ちょっと余談になってしまうんですけれども、この Honest、 H の発音される方が非常に多いです。 Honest というふうに発音されるんですけれども、こちらは Silent Sound になるので発音的には Honest と発音しますが、 Honestly というと本当に大丈夫です、問題ないです、 Honestly it doesn't matterというような表現もいいかなと思います。今回ここで紹介させていただいたのはほんの一部分だと思います。もっと他にもいろんな Really に変わるものがたくさんあるかと思うので、ちょっと言葉を変えただけでその自分の気持ちがよりよくダイレクトに伝わったりとか、あとその例文ですね、自分の作った英文がもっとこう引き締まるような感じになったりとかもすると思うので、ぜひ使ってみた時に、あれ何か他にもこれに置き換える言葉がないかなっていうのをちょっと考える癖をつけていただくと、より皆さんの英文がいいものになるかと思います。なのでぜひ試してみてください。では最後にクイズなんですけれども、こちらの私が今から言う例文を皆さんだったらどういう風に置き換えるかっていうのをぜひコメント欄の方で教えていただきたいです。さあ、じゃあ例文なんですけども、 I really want to say thank you to watch my video。 こちらの really を皆さんだったらどういう風に置き換えますか、ぜひ教えてくださいね。 So that's all for today and thank you so much for watching. See you next time soon. Bye.